フィリップ・ピケットは、イギリスのリコーダー奏者、指揮者。ギルドホール音楽演劇学校でトランペットを学ぶ。トランペット奏者として活動を始めたが、アンソニー・ペインズの影響で股間楽器を演奏し始め、デイビッド・マンローにリコーダーを指示する。母校で教鞭を取り、また、アカデミー室内管弦楽団、イングリッシュコンソート等でリコーダー奏者を務めた。 1977年にニューロンドンコンソートを結成、カルミナ・ブラーナ、またミヒャイル・プレトリウスのテルプシコーレなど、中世音楽、ルネサンス音楽の優れた演奏で注目を集めたが、彼らのレパートリーは広く、ビバルリ、テレマン、JS バッハ、ブローホカ、バロック期にも様々なレパートリーを持っている。音楽習字学に深い関心を寄せ、また彼自身による解説も面白い。 楽器編成もユニークである。ドライブ感あふれる演奏で聴き手を魅了する。1997年からニューグローブザの付属楽団であるミュージシャンズ・オブ・ザ・グローブの音楽監督である。1970年代から1980年にかけてフォークロックのグループアルビオンダンスバンドにいてツアーや録音を行うほか映画やテレビの音楽にも積極的に参加し、 ジャンルを超えて、古楽器の魅力を伝えている。ありがとうございます。